はい、こんばんは。中2ですね。新中2英語ということでございます。前回から新しく未来形というのに入ってきたんですよね。Be going to というのを使って、これから先のことするつもりですとかする予定ですとか、ね、そんなようなのを表す言い方、そんなのを新しく勉強してきたところでございます。まあ、前回、ね、お休みの人も結構いましたので、まあ、今日はまた繰り返しというようなところではありますが、ね、とにかく今日はじゃこの6文に関しましてをその Be going to を使って、ね、未来形の形にしてみようということで行ってみようかということでございました。細かいことは、ね、前回少し喋ったような気がしますので、もう今日はじゃ早速ちょっとこの6文について、ね、未来形の形にしていこうかということですね。はい、まず主語は主語としていいんですよね。じゃあ I watch TV ね、I watch TV、 私はテレビを見ます。はい、こいつを見るつもりです、見る予定ですということで未来形にしたい。はい、主語はいいでしょう、 I。 はい、そして主語に対応させて be 動詞、はい、 I ですから am ですよね。はい、そして going to、 はい、 to の後は元々の文章の動詞を原形で、まあこの場合はそのまま原形ですからね、はい、watch、 はい、そして TV と作ってあげればいいでしょう。 I am going to watch TV、 I am going to watch TV、 はい、こんな具合でございました。じゃあ次、We clean the park. We clean the park. 私たちは公園を掃除します。ね、はい、主語 We いいですよね。はい、そしてやはり Be going to。We ですから主語。ね、エビ動詞 Are になりますよね。はい、Are going to。はい、そして To の後はもともとの動詞原形で使っていきます。はい、ですから、clean、やはりまあそのままですね。はい、そして、the park と残りを続けてあげる。はい、できたということですね。はい、次どうしましょう。He plays the piano。ね。はい、とにかくまず主語は置いたよ。はい、そしたら、はい、he ですから、is になりますね。はい、is going to。でもこの be going to の続きはもう一続きね。はい、そして、そう、ここからちょっと注意が必要です。三単元の S がついてるんですよ、ここにね。はい、ですからこの S を取った原型の形で持ってこなくちゃいけないわけです。はい、これ。はい、そして、The Violin。ね、これはね、そのままね、残してというかね、続けて書いてあげればいいでしょう。だから、Be going to で Be 動詞 is になるときはね、is になるときはこの原型にするのを忘れずにというところになります。はい、じゃあ同じように can read many magazines ね。はい、まず can 主語が来た。はい、で be going to、 はい、can ですからまた is だね。はい、is going to。 はい、そして to の後動詞原形です。やはり be 動詞 is が来てますから原形 s を取った形 we do。 はい、そして many、 はい、magazines ということになってくるわけね。はい、be 動詞 is が来たとき三単元の s 取るのを忘れずにということです。さあ、そして次のこの5番6番、これ間違ってましたね。今日間違いが多かったですね。っていうか正しく書けた人はいなかったと言った方がいいでしょうか。We are at home、ね、あ、じゃ とにかく今と同じ調子で、未来形だから、はい、We 集合を置いて、We だから Be going to だな、ですから Are か、ね、Are going to として、そうだな、そうだな、At home か、ね、At home、 よし、やできた、できた。それから次の文章も I it ですよね。 I it だから Be going to か、 I is goingはい、to で、してもって、ああ、ホットデイか。ね、ああ、ホットデイで、あ、できた、できた。ね、はい、残念ということだったわけなんですよね。何が違うのっていうことになるわけなんですが、はい、そもそもということで考えていきましょう。ね、主語を置いた、be going to を持ってきて、もともとの動詞の原型を持ってきたわけだよね。はい、ですからこの今赤で書いた be going to っていう部分は、まあ未来形にするためには新しくっていうのも変だけど、持ってきた言葉ですよね。もともとなかったけども新しく持ってきた言葉なんですよ。
そう、だから括弧5番 We are tone、ね、Be going to この赤で書いた部分は未来にするために新しく持ってきていく言葉です、はい、だからここを例えば削れば赤がなかったとすれば I watch TV、 そう I watch TV になってくるわけだよね、はい、We clean the park になってくるわけだよね。そうだから赤がなかったとしたら、はい、We at home になっちゃう。We are at home じゃないですか、もともとは。で、下だって赤がなかったとしたら、It's a hot day になっちゃう。It is a hot day なわけですよね。はい、そう。だから、元に戻んねえじゃねえですか、赤を変更しちゃったねっていうことなわけですね。そう。で、つまり何が言いたいかというと、to の後は、もともとの文の動詞の原型を入れてあげるんだということなんです。はい、ですから確かに be going to 突っ込んだけど、もともとは動詞としては are があるわけだよね。この are がもともとの動詞ですよね。そいつの原型 be 動詞だった時に be なわけですね。それをここに突っ込んであげなくちゃいけないわけです。 we are going to be at home。だから同じく次も、はい、It is a hot day ってこの is が元々の文章の動詞ですよね。で、be going to 確かに it だったから is という be 動詞を置いちゃったから、もうそれはやれやれよね、もう使ったぞと思っちゃうんですよ。ところが、はい、to の後にその be 動詞元々の is の原型 be を、はい、入れてあげなくちゃいけないわけだね。はい、ですから It is going to be a hot day にならないといけないよということで、この be 動詞の文章の未来形、これちょっと注意ですね。はい、結構このね、まあ、3単元の S を落としてなんていうのはね、まあまあうまくいった。ところがこの be 動詞の文章、まあちょっと高度ではありますけどもね、はい、こんな作り方になるんだよっていうところ、どうぞ確認しておいてくださいませ。ってことで、本日こんなところでございました。では。